ッキーです、本日はですね、久々にちょっと焼肉をね食べたいなと思ってね、ちょっと焼肉屋さんに来てます。焼肉の、双子さんにやってきました。それで今日はね、まあ、一人焼肉ではなくて、連れがいるんで、ちょっと今日は二人でね、まあ面白おかしくなんか焼肉食べたいなということでね、今日はちょっと肉を食べに来ました。下北沢のね焼肉の双子さんに行って、焼肉食べ放題を、食べていきたいと思います。これね、一応今食べ放題頼んだんですけど、このねメニューのねところにね、なんか面白いこと書いてあって、この腹8分目はお断りしますっていうねことが書いてあるっていうねもうね、たくさん腹く食って満腹で帰るということですねで、双子さんはスマホが油で跳ねて汚れないように、こういう専用のなんか袋を入れるんですよね。で、あとこれが黒のエプロン。まあ、基本的にお客様の手で焼いてもらうんですけど、まあ、難しいお肉だったり分からないことだったら僕がお手伝いするんで、はい、わかる、声かけてください。先に食べ放題頼むとこれが来るんで、先にこれをね食べ終わってからこう注文するっていう感じですね。はい、乾杯。うん、あー、うまっうまいね多分ね、あんまりね、ラッキー TV でね、ちょっとあんまりアルコール飲む絵がね、あんまり今までなかったと思うんですけどね、今日はちょっと飲ませていただきます。焼肉屋定番の、まあ、キャベツですね。めちゃくちゃこれうまそうです。うん、これはうまい。ごま油が効いてて美味しいです。うん、これは何だろう、これは豆腐甘辛の豆腐そう、味はそう。あ、でもニラが入ってるから、ニラが染みてて、これ次から次からね、いい感じの味、甘辛で、うん、うまい。これ美味しい。やっぱ焼き肉といえばね、やっぱりキムチですよね。キムチ、うん、うまい。キムチからのあー、うまいな。タンから焼きます。うまそう。結構火力が強くていいですね。それじゃあタンをいただきます。うん、これやっとるよ、これうまい、うまい、うまい、めちゃくちゃうまい、これ、うん、結構思ったよりも火力あるよね。焼きが早いから、ね、食べ放題はにはいいかもしれないね。焼きが早いから、わさびどれを使ったらよかったの？わさびはほらカルビでしょ。脂身の多いやつにわさびあるから。そうなんですか。次はトントロです。あ、うん、美味しい。普段あまりトントロとか食べないから結構脂が乗っててこれ美味しいですね。で、このトントロにこのキムチね、豚キムです。豚キムチでいただきます。うん、カルビだからすげえ火が、おー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 、早いね、早いね。それでね、脂身の多いお肉はこのね、やっぱりわさびがね合うんですよね。こんな感じでいただきます。うん、わさびがうまい。
ご飯食べたいんだけど、ご飯は抑えないとちょっと、これあのご飯の代わりにあのキャベツを食べてます、うん、もう早速ちょっとね顔が赤くなってきましたけどね、もうすぐ顔が赤くなっちゃうんで僕は。でこの双子さんはあの食べ放題の中でも結構ランキングでまたこういう風に紙でねあの用意してくれてるんで、今こういうのは助かりますよね。今ねこのなんだろう、これガンチュー豚っていうんですかね、2位のガンチュー豚三段バラサムギョプサルセットをね今、焼いてるところですね。これ焼かない？焼くんすか？あ、やべやべ、ニンニクが入っちゃったよ。さすがにニンニクは焼いた方がいいでしょ。これそのまま食おうとしてました。マジで？サムギョプサルにニンニクと大葉、いただきます。ね、これは、それでは卵をつけた牛すきカルビになります。めっちゃうまい。あの基本はですね、店員さんがこうサラダも取り分けてくれるですね、基本は。ちょっとあのパッてこれ置いちゃったんですけど、はい、これもあの実はまあ多分注文の時にあの見てると思うんですけど、はいはい、1本漬けていてこれ1本つながってるんで、あ、はい、なのでちょっと焼く時気をつけてください。ネギ外して焼いてもらって最後ネギ乗せた方がいいです。あ、ありがとうございます。美味しくしてるね。美味しく。これ店員さんノリノリなんでね。あとこれ、あとジョレギサラダね。まだ食ってないです。うん、うまい。韓国海苔がやっぱりありますね、ジョレギサラダ。ありがとうございます。牛ロースです。お客様お帰りです。マイローキュー、めっちゃテンション高いな。嬉しいよね、でもね、元気もらえるよね。ロースも美味しいです。このツボ漬け一本ホルモン、ちょっと今からあの店員さんがね焼いてくれるそうなんで、はい、お願いします。うわ、うまそう。これなかなか一本のホルモンってなかなかないですよね。そうですね、なかなかないです。コツはこのネギとかも一緒に入ってるんですけど、はい、一緒に焼いちゃうとこれ焦げちゃうんで、これは後乗せで先にこっちのホルモンを焼くという感じですね、はい、そうです。そしてこれ皮面の方から焼くことによって、あのパリッと皮の油の方はちょうど良くなっている。でも鶏肉に似てますね、はい、鶏肉の焼き方。そうです。初めて飲むんですけど、ガリガリ君サワーを頼みました。一口ガリガリ君だけいただきます、うん、まあ普通のガリガリ君です。これあれですね、あのガリガリ君をまずこれで取って、あ、外れだ。これ当たりだったらなんかもう一杯もらえるらしいんですけど、まあ食べ放題にね、飲み放題についちゃってるからね。で、これでちょっとガリガリ君を潰すっていうね、これ潰すんですか、感じで。ああ、ありがとうございます。トングで、はい、はい、バリってやってくれたから、これ潰して混ぜて飲む感じ。そうですね。ああ、そうですね。初めてなんで、はい、だいぶ混ざりましたね。いただきます。あ、美味しい、これ、うん、学生にはこれいいかもしれない。ちょっと甘い感じでいきます。
あとこれはもう頃合いを見て食べる感じ。そうですね、頃合いを見て食べる。もうこれはこのまま召し上がりいただきます。どうぞ。あ、もうこれで大丈夫ですか。はい、大丈夫です。じゃあ、食べましょう。やばいな、これ。うわ、うまそう。それでは、一本漬けのホルモンをいただきます。あ、うまい、うん、これうまいですね。ありがとうございます。ちょっと今撮影してるからちょっと今びっくりしてたんです、ビクビクしてたんですけど、僕はめっちゃ焼きながら失敗したらどうなんでしょう、失敗したらどうなんでしょう。いや全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか。よかったっす、ありがとうございます。全然美味しく取れました。続きまして、大仙鶏ですね、いきます。これ赤いのなんですか。これは赤糖ですね。ああ、はい、これまかない丼です。店員さんに混ぜてもらってます。ではですね、こちらのね、まかない飯、まかない丼食べてみたいと思います。うまいわ、これはうまい。卵と高菜とあと韓国海苔、ごま油のちょっとねピリッと効いた、こうなんかすごい美味しいですね。ご飯に合いますね、これ。うん、うわ、うまそうだなこれ。あー、いいですね。ありがとうございます。出来上がりです。はい、これが鶏が焼き上がりましたね。ガーリック、うまい、うん、これはご飯が進みますね、うん、うん、うまい。ちょっとね、この鶏をね、秘伝のタレで、うん、うまいっすね、うん。この双子さん来た時はこのね、包めるカルビっていうのが、これがめちゃくちゃおすすめだそうです。これがおすすめです。はい、じゃあ先にちょっと油引くんで、これ飛ぶかもしれないんで、ちょっと気をつけてください。はい、いきます。じゃあネギ、大根おろしを置いた後にちょっとポン酢ある、うん、いきます。お待たせしました、できないです。こんな感じとなっております。あ、いいですね。それでは、ね、今店員さんに包めるカルビをね、焼いていただいて、こんな感じでめっちゃうまそうです。お店の一押しだそうです。こんな感じですよ、めっちゃうまそう。いただきます。うん、おー、うまい、うん、店員さんがね、結構丁寧に焼いてくれて、すごくね、美味しいし、おすすめです。うん、うまっ。
それではね、あの最後にこちらのクッパでね、最後に締めたいと思います。うん、美味しいですね。卵ふわふわでネギも美味しいし、やっぱりあのごま油効いててね、美味しいですね。うん、はいよ。最後ね、このあったかいコーン茶と、それからこれがあの飲むヨーグルト、あの消化促進も効果があるということでね、最後に飲むといいそうです。うん、ではね、今あの焼肉双子さん、食べてきました。まあ、とにかくね、あの店員さんのノリがね、やっぱりこうすごく元気でエネルギッシュで、やっぱりこっちもねこう元気もらえるというかね。それであの包めるカルビっていうのがあって、あれがねやっぱり一番美味しかったですね。ちょっと食べ放題とは別で、あのプラスでちょっと料金かかっちゃうんですけど、でついこの間あの肉フェスっていうのがあって、そこであの双子のそのさっきの包めるカルビっていうのがあって、実はねあのそれがランキング1位だったそうですね。ちょっとさっき聞いてあのびっくりしたんですけども、それでは下北沢に来た際はですね、焼肉双子さん食べに来てはいかがでしょうか。以上、ワッキーでした。ワッキー TV をご覧いただきましてありがとうございます。この YouTube 以外にも Twitter、Facebook、Instagram をやっていますので、そちらもぜひよろしくお願いします。あとワッキー TV の動画を見て自分もやってみたい、行ってみたいと思っていただければ、高評価ボタン、それとコメント等もいただければ嬉しいです。最後にまだチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。